あ、メナさんが掃除、お掃除お掃除お掃除メナちゃんがいます。ありがとう。お、すごい集まってきた。めっちゃみんな来てくれてる ね。ありがとう、ありがとうございます。すごい練習終わりでボサボサだ。どうなの、ね、うん、このライトでどうにか来てもらってる感じある。いや、2人で配信するの初めて。ないかも。2人ってなかなかないよね、うん、ラブラフとラブラブの時はさ、うん、そうだね、3人だったもんね。え、そうだ、すごくない？お気に入りセット。あ、それね、ありがとう。え、さっきのコンビグループで流したんだけど。あ、そういうことね、そう、うん、ありがとう、おめでとう、ありがとう。すごい、どういうこと、え、あれ何なの？なんか、うん、あの枠的にアマチュアとプロっていうのがあって、うんうんうん、それは私たちアマチュアなんだけど、うん、もうアマチュアの中で1日に選ばれる何百組の中から良かった人をこう選んでもらえるみたいな。一人だけ？一組だけ？一組、そう、その日の一組みたいな。ありがたい、ナイスアマチュア賞。ありがとう。すごい、え、緊張した？え、緊張した。そうだよね、うん、なんか、うん、控室とか行っても、うん、なんか本当にスーツ姿の漫才師さんばっかりで。確かに、そうか、みんなスーツとか着るもんね。なんかピリピリしてた、ちょっと。そう、でも2人はさ、 T シャツだった。そう、私たちあれが衣装なの。そうなの、 T シャツが衣装で。そう、であれはどっかのお笑い芸人さんのグッズとか、うん、そういうわけではない。私はユニクロ。ユニクロなんだ。じゃ本当は、まさかのね。じゃ本当はね、うん、そう、高円寺で、うん、なんかよくあるなんか芸人さんとかなんかこう着てる古着の T シャツとか、うんうんうん、ちょっと面白みのあるやつを着ようってなって高円寺に買いに行ったんだけど、うん、でも結局回っていいのなくて、うん、高円寺のユニクロで買った。一応高円寺ではあるんだ。高円寺のユニクロで。なるほどね。そう、じゃあ、まあ高円寺だからそういいんだ。うん、高円寺のユニクロ。なるほどね。1500円で買った。今500円で売られてるらしくて。それが売れなかったんだ。でも夏が終わっちゃって。縁起悪くない？大丈夫？なんか500円で売られてるからみんな今買ってんの。みんなみんな買ってんだ。そう、500円だからファンのみんなが。え、そうなの？安いって本当だ、言ってる。え、でしょ？え、なかったって言ってるよ。そう、私も今日探して、うん、なんかもう一枚ぐらい欲しいかもと思って。500円なら欲しい。そうだよね。なかったんだよね。うんうん、そうなんだ。あ、そうだ、ふーちゃんが、うん、え、なんかジンギスカンを間違えたみたいな、え、なんで？え、ツイートを見てちょっとどうしちゃったんだろう。どうしちゃったんだろう。思った。そう。え、あれでもさ、楽屋でさ、なんかそういう会話したじゃん。うん、した。みんな間違えてた。自分もだけど。あれさ、私はなんだっけ、ジンギスカンは鹿だよねみたいなことを誰かが調べて言ってんのを聞いてた。よ。聞いてたよ。りょうかちゃんがまずジンギスカンは牛って言ったの。牛って言って、いや違う、鳥だよって言って。その後にえ、鹿だよでまとまってるの、うん、羊になった。モナミンが正したの。あ、モナミンが正したんだ。いや違う、羊だよって言って、うん、嘘だ嘘だ、なんか牛だよ、鳥だよ、鹿だよみたいになってなってた。そう、いつも通りの韓国だったから、そこでも私終わっちゃったんだ。違う、だから結局多分羊だったんだよね。あ、そういうことね。う、うん、もうさ、あそこら辺も何言ってるか分かんないからさ、もう、あ、3人でまたなんかダチョウ倶楽部みたいなこと始まったと思って。そうだ、シャットダウンしたんだ。え、だからあれから羊で終わったのに、うん、どうして間違えてんだろう。私はだからだからもしかして鹿だと思ってたのかなって。鹿で、ジンギスカンのこと。あそこは鹿だ、鹿で、うん、ラフラフというグループは、うん、ジンギスカンを鹿とするっていう定義で、うん、あ、そういうこと。終わったと思ってたんだよ、すごい。言い訳タイムとか言わないでほしい。言い訳じゃないよね。いや、怪しい、これは。そう、だから、そう、何があったんだろうって気になってた。いやいやいや、まあそういうね、たまたま、うん、誰が間違えてた。確かに、みんな間違えてた、そう。そう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 、そういうこと、そういうこと。そういうこと。でも知らない人多そう、ファンの皆さんも。え、でもね、うん、私がちょっとだけ、もう本当に、うん、あのジンギスカンって鹿だよねって言った瞬間の、うん、え当たり前なんだ意外と。その絵の絵とかハテナとかんとかのコメントの流れがすごすぎて、ね、
てかこんなに見てくれてたんだっていうくらいみんな急にってもう正されたんだ、そう違うよって。だからねもう急に何が起きてるか分かんなかった。さすがに知ってるんだ。あみんなそうなんだね。さすがに知ってるらしい。過去一コメント早かったって言ってる。本当にそうびっくりしたんだよね。てかさ今日そうだ昨日ねショールームしていろいろ話最近のエピソードトークみたいなしてたんだけど、うん、今日2人でやるからって取っといた話があるの。なんだろう。ネギシで会ったよね。あそうなのびっくりした。そうとあったんだよ。そうその話をねしようかなって思ったけど明日2人だからと思ってそう取っといてたの。私もまだ言ってないわ。えそうだよね、うん、あれはなんだ。私が多分そうザ・ちゃんと終えて、うん、よし終わったから、うん、いいご飯を食べに行こうって言って根岸に行こうってその会場が渋谷だったからそのまま近くに行ったら、うん、階段でアリサッチって言われてそんなはずないって思ったらふーちゃんがプライベートでお友達と来てて。えそうなの。そうそうなの。びっくりじゃないですか皆さん。びっくりした。プライベートで会った。それはネギシね。ネギシでね。びっくりした。びっくりだよね。いろんな場所がある中でネギシで会うと思わなかったね。私は2時間くらいアサイーボール探して、うん、1万5000歩歩いて、ね、たどり着かなくてもうじゃあネギシ行こう。そうなんだ。そうお互い苦労しただけどそうあった、うん、そうそうそう。その時のネギシ昨日聞いてくれてた方はねそう分かると思うんだけど。そうびっくりした。あの時にね実はアリサッチに会ってたんですね、うん、もう最初さなんか可愛い子いるなって思ったの。普通に可愛い子いるなって思ったけどT シャツがめっちゃ T シャツだった終わった後だから。 T シャツがそうそうなの。なんか見たことある T シャツと思ってあれ前魚さんじゃない。そうアリサッチってなって。もうびっくりした。ねまさか渋谷っていう街でさしかもネギシでさ、ね、会うとは思わなかったよね。え思わなかったね、うん、何食べたの。なんだっけな。なんか一番大きく書かれてるやつ、うん、マルネセット。マルネセットあれ美味しいよね。そうあれ美味しかった。マルネセットしっかりご飯おかわりしちゃった私。確かに美味しいよね。えそうなんかさとろろでもご飯食べれるじゃん。食べる。最後さとろろめっちゃ余るもん。そうもったいないと思って、ね、おかわりをしてしまいました。あの T シャツで歩いてるんだって。そうその日はもう そういう感じなんか、ね、そのまんま そのまんまリサッチだったね。そうもう T シャツを使う日はその服で歩いてもう着替えなしでね。そうもういいやって、ねうん、いやそうなの。すごい。じゃあさ連日お笑いのショーレース。そうだねだったんだね。そうお疲れ様。全然ありがとう。えそうネタはさ W の時と M1、うん、は一緒なの。自体は一緒なんだけど、うん、W が4分で M1 が2分でだから数違うんだ。そうみたいなあって時間が。そう対バンみたいだね。あそうそうそう対バンみたいになんか稽古コンとかもなるの、うん、例えば2分だったら2分5秒で稽古コンがなって5秒経ちましたみたいな。あともうすぐ終わりですよみたいな。で15分で強制終了みたいな。基本は2分に収めなきゃいけないみたいな。へーそうだからそうまとめなきゃいけないみたいな。そう、ね、あるんだよね。2分落ちまでちゃんと持ってかなきゃいけないってことか。そうだから結構みんなカツカツで大変。そうだよね、うん、すごいプロだ。えアリサッチたちは、うん、いつかそのアマチュアとプロだっけ、うん、プロかっこプロになることってあるの。今は、うんまあ、一応2人ともプロにしちゃうとなんかこう難しいねってなって、うん、じゃなわけでもないからじゃあアマチュアにしようみたいな。なるほどね。そう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 。そっかそっか。そういうのもあっていろいろ。そういうことなんだ。そう来るのかなって思ったけどたまにね一人の時はたまにあるけど。あたまにあったわ。あったなんかオールウェイズみたいな。あった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 よね。なんか恥ずかしくって。オ
い事務所なんだろうって見たらさ、アイドルしかいないそうみんなさ吉本とかさそういう中でさ、うんうんうん、オールウェイズ誰みたいなそう見られない横文字が、ねね、英語のそうね自己申告なのっていやそう自己申告、うん、あそうなんだえじゃあ例えばだけど やんないと思うけど、うん、吉本の芸人さんがアマチュアですって出ることもできなくはないってこと？あーでもそれはできないかな事務所の契約的にも難しいのかそれはまあだって芸人さんだもんねそれは確かにもう職業がもう本業だから本業だから、うん、そうだよねねいろんな人がいるよお笑い芸人もいるオルウェイズオルウェイズいろんな人がいろんな人すごい本当にいや全然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 いやでもこれこの配信は3日目あそうだねまあ3日目かひなちゃんとゆいちゃんとモノミうんかで一昨日が春よかそうだこれでなんか全部さ珍しい組み合わせなんか本当だよね、うん、でもこれはさ全然さこの日にこ誰が出てくださいとかじゃなくてさ、うんうん、何日出たい人とかの申告制じゃん、うんうん、だからね本当予想外のペアが見れて確かに、ね、そうかうん私たちは大阪あ、そうだ、大阪組、ねうん、仲良くなったよね、みーちゃんえ、本当に面白かった何か本当にえ、うん、もうつぼすぎて私私もう分かんないななんかえ、この話ってみんな知ってるっけどうなんだろう知らない気がするんだよな言ってない、言ってない気がするあ、レベルアップしたやったありがとう、レベルアップ花火上がった、ありがとうございます急になった、ありがとうございますありがとうそう、新幹線でさ、うんうん、二人でね、話してたんだよね話したそう、なんかでも普段もさ、別に二人でいることあんまないじゃん、うんうん、だから、どんなこと話すんだろうって思いながら乗ったんだけど、うん、なんであの話になったんだろうあ、ここら辺どこだろうねみたいなああそうだこの辺どこだろうって 今走ってんのどこら辺みたいな話になってうんうん岐阜かなみたいなあで岐阜かなってなってあ私岐阜がそうその修学旅行で行ったんだよねみたいなそう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 話になってでなんで岐阜なんで岐阜になったのみたいなうんうんいう話になって全然普通にさ当たり前のように、うん、5、6分もこういうことがあってこういうことがあったからこうなってこうなったんだよねで、うん、岐阜に行くことになったんだよねみたいなでその話が高校の話だったんだよね、うん、高校生はそういうことがあって岐阜に行ったんだっていう話をしてくれてあそうなんだそういうとこもあるんだねみたいな、うん、岐阜って珍しくないみたいな、ねうん、何があるのみたいな話をしててえじゃあ中学生どこ行ったのみたいな言ったら中学生はなんか行ってないんだよねそう林間学校のなんか森の中だけだったかなってそうえそう思ったでえないとこなんてあるんだ修学旅行って言ったら千葉だからねみたいなうん、うん、千葉だからねって言い出して、まあ、でも千葉と神奈川だから、まあ、千葉だからねって言われたらそうなのかって思ったら、うんうん、20分くらい喋ってそうこれ多分え30分くらい行ってたと思うその中学のさ林間学校の話からさ、うん、岐阜トークまでさめっちゃいろいろしたよね、うん、で私はこういうとこ行ったよとか話してたらあ違うわって言って私岐阜行ったの中学だわって言い出したの急に30分違う話してたそう30分もね嘘を話されてたのあ違かったそ う, そう私高校ちゃんと岐阜じゃなくてどこ行ったの沖縄に行った沖縄行ったわって言ってそう沖縄に行ってたの気づかなくて自分が沖縄に行ったことえ沖縄で気づかないのすごくないですかそう忘れてた高校が岐阜かと思ったら中学が岐阜で高校が沖縄のそうだから沖縄の記憶まるっきり抜けてたのアリサッチその時までそうだから面白すぎてもう新幹線なんか静かにしなきゃいけないからさもう笑いなのか何なのか息なのか分かんない笑いをずっとしてた本当に面白かったそうびっくりしたうんなんかこっちのセリフね本当にねよかったね気づいてよかったねふんちゃんのおかげで沖縄行ったことが思い出せた
忘れてた。沖縄楽しかった？うん、楽しかったけど、でも本当に台風で、うん、なんかシュノーケリングする予定だったの。あ、言ってたね。そう、水着も買って、でなんかいざ行こうと思ったらなんか台風だから、うん、あの波が危ないから貝殻拾いですって思って、みんなで貝殻拾ってアクセサリー作るみたいな。え、もう超ショックだった。だからさ、記憶消しちゃったんじゃない？嫌だったのかも。嫌だったのかも。貝殻拾いが塩気に肉くじやんないと沖縄じゃないみたいな、うん、悲しかった。ああ、面白かったな。でもあと、うん、あれも話したね、なんか、うん、ラフラフの雨女と晴れ女を分けようってね、しゃべった。それもしゃべった。なんだ、結果発表。さすがにラフラフのイベント雨が多すぎるってなって、え、そうそうそう、なんでも雨だし、しかもその時出てさ、うんうん、それこそ岐阜あたりで雨降ってたんだよね。降ってた。だからまた雨降ってるよ私たちって話になって、そうそうそう、誰ですか雨女はっていうとこから始まったの。でも私がそう雨女なのはもう認めてるけど、誰か他にもそれを手伝ってる人がいるに違いないっていう。そう、ここまでもうマックス雨女になってるのは雨女補助がいるから、補助の人がいる、補助要員がいるからっていう。そう、リーダーがリーダーなんだけど、そう、他にもいるよっていう話になって、そうそう、誰だったんだっけ。ふーちゃんがすごい晴れ女なんだよね。晴れ女、晴れ女、自称晴れ女。りょうかちゃんもなんか写真を見る限りすっごいカラッカラに晴れてる、いつも。だいたいもう真っ青な 青の青空の下で撮ってるから、撮ってるよね、もう晴れ女だねって言って、あとモナミもね、うんうん、そう、モナミもなんか晴れてそうだねみたいな。うん、晴れてあんま雨のイメージない。そう、雨のイメージはないねって言って、で、そこの3人だよね、確かだったっけ。チーム晴れは晴れ、そこ3人で、ゆいちゃんがゆいなんで雨だ、雨を、なんか本人にも言ってなんだっけね。でも、なんか理由、そう、いやでもゆいちゃんはって、なんだったかな、なんだっけ。え、でもさ、他のメンバーのさ雨女の理由もさ、覚えてないかも、うん、私も。でもなんか理由があった気がするよね。え、みんなにちゃんと一個ずつさ、もう理由つけて、めっちゃ話し合って理由つけたよね。でもこの子、え、でもこうじゃないとか言って、そう、ちゃんとディベートした。何があったんだっけ。あ、メイナはなんかディズニーの写真とかしょっちゅう雨で、うん、なんか前髪こうしてたりとかしてる記憶あるよね、かな。そうだ、雨女補助要員かな。そう、補助要員補助要員、補助要員1にして、あれ、ハルルなんでだっけ。でもハルルもしょっちゅうなんか髪の毛湿気でとか言う、ああ言ってたかも、みたいな話をしてるからかな。あ、それだったかも。それで補助要員かも。補助要員。うわ、なんだっけ、みくちゃんもなかった気がするな。みく、あれ、どっちでもない人もいたっけ。あ、どっちでもない人も作ったかもね、みくちゃんとかが、うん、中立、中立の人なのかな。あれ、そうだよね、そうだよね。でもゆいちゃんは絶対、え、雨にした、雨にしたの、雨にした。うわ、その理由が思い出せないな、なんでだろう。ちょっとみんなコメントに寄せて答え合わせになるかもしれない、うん、ゆいゆいが雨だと思う、私たちが雨だと思った理由を、ね、ちょっと知ってる人がいたら教えてほしい。うわー、何だったかな、なんだっけね。ゆい、結構最初序盤にさ、うん、ゆいゆいは雨ってなったよね。なった。あの時覚え出してないけど、私本人になんかそれ言ってこういう話したんだよねって言ったら、うんうん、確かにみたいな、あ、言ってた、言ってたんだよね。いっぱい水飲むから、え、そう、水滴に関わってるから。水タイプってこと。水タイプ、水属性みたいな。え、それはそうかも、確かに。あ、鳥の糞が落ちてくる、それかもしれない。そうかも、そう、え、確かにそうかも。そういうのを呼び起こしちゃうみたいな。え、そうかもしれない。そうだわ、それだ、それでかも、正解、それだ。ありがとうございます。それだ、そうかも、それだ、うんうん、それで、そう、いろいろ降ってくるから雨も降らせてんじゃないかっていう。そう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 。で、あれ？で、ハルルンは結局ぽよぽよだったのかな。
だったかな、ね、でもそうだった気がする。そうだよね、うんうん、ミクが忠実、一人くらい確かに忠実はいた気がするね。いた気がするかな、うん、ハルルは雨が好きらしい。雨好きなんだ。じゃあ雨だ。雨だね、好きなら好きなら雨だ。好きなら雨だ。なんだろうとかね、うん、あとな、あえでもさ、でもさ、もともとは晴れ女だったけど、うんうん、あの本当にちゃんと信じるから、あそうなんだって言ってたんだけど、そうよく思い出したら高校の修学旅行が台風の卒業式大雨で外で写真撮れなかったし、うん、高校の入学式も雨って降ってたし怖かった。えあとさ、うん、小中どっちかのさ運動会でさ、あそうそうそう、雨で延期になってみたいな話あったわ。えそう、中学の中2かなの時が雨で延期になって、うん、なんかその日は体育館で長縄の練習だけして帰ろうみたいな、うん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 、で長縄の練習したらさ足ぐきってあの捻挫しちゃって出れなくなっちゃうのその年の悲しかった雨に仕向けられすぎてるよね。そうえもうめっちゃびっくりしちゃった。全然最近の話じゃなくてもう生まれつきじゃんねって。そう最近だと思った。元々雨女だったっていう話をした。そうめちゃくちゃ面白かった。でもふーちゃんいつも晴れててなんかね、え晴れてるよね、いいなと思う。そうだから出かける雨女の子と出かける時も夕方くらいまではどんなに雨予報でも曇りを保ってる。ふーちゃんが頑張ってくれてるんだよね。そう頑張ってる頑張ってはいる、雨を止めてるんだよね。そう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 、だからすごい本当に。えここで出かけたらさどうなるんだろうね。曇り曇り曇りいけるかな。ギリ負ける気がするんだよね。でも大阪は雨降んなかったよね、うん、え雨降んなかった。そうだよね。そうあそこら辺で一回降ったきりで、だからそう新幹線乗ってて危ないんじゃないかって。そう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 、雨降ってたから外。だからあの日は勝ったねって、私が勝ったって話をしたんだよね。ふーちゃんが勝ちました。えそう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 、ユニバも楽しかったね。楽しかった、めっちゃ楽しかったし、ラジオ終えて急いで。そうラジオもうさ、ラジオ始まる時にさもうちゃんとスムーズに時間通り終わらせられれば、うん、その分ユニバ楽しめるからって言ってさ、うんうん、めっちゃ考えながら言ったよね。もう考えながら喋る、えそう喋る準備してもうリハーサルしてうん、うん、そうやったけどやりました。似ていく目だったっていうね。そうなの。そうでもあれもさ、なんて言うんだっけ、あれ台本、あそうだね、台本なかったじゃん。なかった。ある程度の概要こういう流れで話そうだけだったからさ、うんうん、ね秒で終わって読んじゃって何分やんなきゃいけないの。10分だったのが3分みたいな。えそう3分で終わっちゃって全然終わってないみたいな。そうそうびっくりしたね。びっくりした。多分私めっちゃ緊張してた。ああいうあそこまでフリートークのさラジオ初めてだったじゃん。なかったねあんまり。そうだから喋れるかな、ちゃんと喋れるかなって思ってさ、ラジオ大阪の方もさ、うん、すごい褒めてくださってたじゃん。お優しかった。上手、あのラフラフの子たちはすごい上手だからみたいな、ね、言ってくれてた。そうちゃんとできると思うからみたいなことを最初、うん、すごい言ってくれてたから、そうちゃんとやんなきゃ、そうちゃんとねやんなきゃと思って、できるって言われちゃったらね会社に負けました。そう負けました。そう盛り上がったし、盛り上がったし全然ね違かった。え全然違かった感じもね、うん、2回目の方がすごいリラックスしてた。やればねできる子なんだけどね、うん、やればできます、やればできますそうかもね。ユニバさん、うん、は私はほぼ初だったんだけど。おお。そうサッチは私は新春高校で行った。だからそうめなちゃんとも一回行ってそうだよね。そうそうだから3回目かも。あ一回が高校卒業旅行で大阪、うん、京都に行って、うんうんうん、それで青春高校と行ったのが2回目で、うん、3回目がこれ。そうそっか意外と少ない。そっか、うんうん、だよね。なんかさ高校生ってさ
卒業記念で行きがちじゃない？行きがちかも。みんな大阪行ってるイメージある。そうだ ね、でも分かりやすくやっぱアトラクション、ね、テーマパークが、ね、あるから楽しそう。そう、私は卒業式、うんうん、終わってみんなは大阪行くけど、うんうん、みんなと一緒になりたくないから、うんうん、なんかあえてなんか岩手とか行くみたいな。あ、なんかいや、そうしてそう。え、そう、うん、ちょっと外したくなっちゃって、なんか温泉とか行っちゃうみたいな。好きそう。そう言ってたんだけど、結局近場日程が分かったから近くの箱根に行った。あ、箱根もいいね。箱根行ったの。なんかどこなのか分かんなくて。どういうこと？なんか箱根と草津が悩んじゃう。草津って群馬？分かんない。箱根は神奈川県、うん、神奈川なんだ。え、そうなの？分かんない。そう、箱根と草津がそう、ちょっと分かんなくて箱根とか分からないってすごいパワーワードじゃない？そう、でも、うん、もう教えてもらってよかった今日は。あ、はい、神奈川の人に、うん、よかった。そうですよ、神奈川。神奈川なんだね。そうなのよ。なんかさ、神奈川と千葉っていい勝負だと思う。なんか急にいい勝負、うん、よかった。いい勝負だと思うんだよね。ディズニーランドある。そうだね。あとなんかある？ふなっしーとか。え、そんなふなっしーじゃない。じゃあもっとあるよとか、うん、エクスピアリとか。いや、そこじゃん。エクスピアリもあるし、あるし、うん、あと鴨川シーワールドとかある。そうだよね、うん、そうだね。でも、あ、だとしたら勝てるかも。本当に？言っていいですか？うん、横浜あります。うんうん。で、ね、まず海、江ノ島、湘南。おお、ある。あ、ね、確かにね。そして最後にあの小田原とか箱根とかもう全部あるんですよ。でも私勝てるかも。え、なんで？大きなイオンがあります。なんか世界一番大きなイオンがある。千葉に一番大きなイオン、幕張に一番大きなイオンがある。あ、え、あの夏大きいよね、あれ。そう、日本で2番目に大きいイオンなの。なんか最近見たら2番って言われてた、うん、あ、下がっちゃったの。うん、1番どこなの？どでかいイオンが確かどっかにできちゃって、うん、でも2番目にイオンが大きい。2番目か。2番目、そう、あります。いや、私あと 何かあるかな。勝てるやつ、勝てるやつ、なんかあるかな。戦ってさ、最後どっちが勝つかっていうのをさ、判定してもらおう。そう、判定してもらいたいね。どでかいイオンに勝るもの、うん、それで言うと、どでかい都市、県庁所、あ、違いました、政令指定都市が3つもあるんです。政令指定都市え、すごい。そう、相模原市、うんうん、川崎市、うんうん、横浜市、ね、ですね。これは勝つんじゃないですか。青年指定都市って何か知ってる？え、でもなんか、うん、記念物みたいなこと。わかんない、どういうことだろう。あの記念物、じゃ、なんて言うんだっけ、あのあるじゃん、あのその大事にしていこうみたいな国宝なんて言うんだっけ、そういうなんか人間国宝的な、あ、天然記念なんだっけ、建物とかがさ、なんか、あ、名前なんだっけ、忘れちゃった。記念、あ、世界遺産それは間違えた、世界遺産だった。川崎世界遺産、世界遺産でもって思った。なんちゃら区やつ、区がある市は政令指定都市。あ、そう、千葉、え、でもあるはあると思う。あ、本当に、うん、でも、わかんない全然わかんないけど、うん、でも、あの、かわいい、千葉って形が。千葉市だって。あ、そっかそっか。でも、千葉は形がかわいい。千葉くんの形して、え、神奈川ラクダだよ。ラクダと犬ってどっちがかわいいかって話。え、あれ犬なの？うん、クマだと思ってた。犬だよ、赤い犬。えそうだよ。そうなんだ、うん、え、千葉くんってさ、うん、千葉県のゆるキャラ、千葉市のゆるキャラ、
千葉県、もう県ごとのもう位置をなぞったらそれになるみたいな。 あ千葉県のなんだ。そう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 、神奈川県のいるキャラ。そう、ある。あ、なんかいた気がする。へ、そうなんだ。金太郎は犬、どっちが可愛いかっていう。でも確かに政令指定都市があるからさ、政令指定都市ちょっと強いかもしんない。言えてないしね。ね、強そう。やっぱ金太郎だって。あ、そうなんだ。金太郎強いんじゃない。なんかあんのかな。サッサはりょうかちゃん並みにやばいって言われてた。昨日言われてたって。りょうかちゃんは本当にやばいな。あの子は本当に、だって YouTube のさ最新のさ、うん、ドッキリのやつ怖いもん。あんなに信じちゃうの。本当に怖かった。なんかあそこまでピュアな人っているんだと思ってね。なんかもうなんか風邪ひいた時に見る夢みたいな。なんかそう、見ていいのかこれはみたいな。不思議に鳥肌が立った。本当にそ う顔がさ、もう作ってる余裕ないの。なんかもう、うん、みたいになっちゃって。そうみんななんかワイプに抜かれてなんかふーちゃんとかもそんなに、なんかコメント欄とか見ててさ、何分何秒ドン引きしてるみたいな書かれてて、やばい、ね、ドン引きしてるって。あんまないよね YouTube で。すごいあんなにドン引きすることってびっくりしちゃって。そう、ね、今までのさ普通の社会科見学なら、まあ、笑ってたもんね。そうそうそう、まあわかんないよねってなるけど、そうだよねみたいな。さすがに気づいてってなって。もう気づいてほしい。そう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 。なったよね。なった。みたい。あ、言ってたわ。ね、うん、昨日のずっと言ってた。あの Vlog 大好き私。ね、よかったね。めっちゃ楽しかった。Vlog とか見るの大好きだからさ。うんうんうん。そう、いいよね、みんなが撮った動画、うん、こういうの撮ってたんだみたいな。そう、うんうん、それこそさ、アリサッチとモナミンずっと一緒にいてさ、めっちゃあった たくさん撮ってたじゃん、うん、だから、この二人ここあの時こんなことしてたんだと思って。そう、撮ってた結構。そう、楽しかった。一番ほんわかしながらバイバイ石川みたいなやつだよね。なんか適当に喋っちゃって、そうちゃんともっと喋ればよかった。なんか植物園みたいなんかもっと、いやすごいこんないっぱい組み立てられててとか言えばよかった。やったって思ったんだ。うん。あの時。つづみもんもさ、うん、なんて言ってたっけ、なんか太鼓みたいなやつだよね。あ、言ったかも。うん。あの時も面白かった。でもいろんななんか、うん、裏側もね、ライブの時の映像とかもあったりしてびっくりした。ね、すごい。名古屋の時もさ、同じ感じで自分たちで撮ってきてみたいなさ、撮ったね、感じだったじゃん、うんうん、あの時よりさ、ちゃんと素材集めれるようになった気がしない。そうね、みんなそれぞれさ、ね、そう撮ってたよね。私はちょっと楽しすぎて忘れちゃってたこと多かったけど、みんなすごい、あのホテルとかでも撮ってたじゃん。撮ってた撮ってた、ね、うちも撮ればよかったと思って。モナミンとか偉と思って。私何も考えてなかったホテルの時。あの時ね、時は何、なんか寝てたのかな、ね、眠いのかなって言ってたんだよね。何してたんだろう。あ、そうで、じゃあなんかそう、前日に行く人ってやって、うん、3、4人ぐらいしか行かないから、うん、あんまり行かないんだと思って、うん、どうしようと思って、でもすごいなんか前日にすっごいはしゃぎすぎてちょっと疲れちゃって、じゃあ急遽やっぱり帰るかなと思ったら、うん、ほぼ全員行ってた。そうだから、うん、びっくりしちゃって。そう、うん、アイサッチは疲れちゃったの、疲れちゃって。そうなの。そういうことか。そう、なるほどね。ね、モナミ勉強してて寝ない。本当にモナミがさ、うん、英語喋れる時のギャップがすごくて、ね、道とかでさ結構かっこいいよね、聞かれてるじゃん、うん、その時のいつもなんか、へーもないんだよみたいな感じだけど、いやって感じなのよね。なんか、I なんとかこうっていうなんとかストレートみたいな言っててあ、すごいと思って。本当にすごいと思う、うん、ね、すごいかっこよすぎて、ギャップがさ、うん、ギャップある、すごいじゃあね。
とゆきりんさんにも会ってね。ね、会ってた。腰抜けててさ、5歳みたいになって、モナミンもっとしても、モナミン立てるとか言って、もう無理だとか言って、可愛かった。二人ぐらいで持ち上げたものによって、本当に可愛いよね。ね、可愛い。アリサッチもユキリンさん、そう、ね、撮ってもらって、ね、嬉しかった。すごい優しくて、綺麗すぎてさ、うんうんうん、私すぐユキリンさんってカラコン何使ってるんだろうって、ね、気になるよね。モナミに聞いた気がする。うん、だって一緒にね写真撮れる機会なんてなかなかないもんね。まだ夢だと思って。うん、びっくりした本当に。綺麗すぎてね、うん、お顔が本当にさ、うん、ちっちゃいし、なんかスタイルも。結構身長も高いよね、うん、隣並んだらね、すっごいスタイル良くて、スタイル高いじゃない、間違えたスタイルがいいな、スタイル良かったね、スタイル高い、高いって何スタイルが高かった、うんうんうん、で、すごかった、すごかった、いろんなあれがあって楽しかったね。そうだね、いろんな思い出が、あとあれもた、あ、そう、金箔のアイスが美味しかったよね。あれめっちゃ美味しかった。金箔は別にさ、なんか、うん、甘いって言われれば甘いかもだけど、結構 無に近い、無に近かったけど、うん、アイスがさ、なんか濃厚、今取りましたみたいな、何取れたてみたいな、うんうんうん、新鮮な、合ってる、うん、取れたてのアイスみたいな、取れたてのアイスだった、美味しかったね、めっちゃ美味しかった。また行きたいな、石川ね、行きたいね、石川に。 あとさ、私たちさ、うん、あれだよね、2日目のさ、間、うんうん、自由時間あったじゃん、うんうん、あの時、撮ってなかったけど、そう、メインでラーメンに行ってる時間に4人でね、うんうん、行ったんですよ。え、絶対撮ればよかったよね。え、なんで撮ってないんだろう。何も考えてなかったね、普通に楽しんでた。ただただ、あの、和の、あの、なんていうの、和のカフェ、和カフェ、和カフェで、それぞれ食べて、うん、え、そう、美味しいねって言って帰った。ライブにね、戻って。そうだね、本当にそう、ゆいゆいとアリサチとミクと私でね、うん、そうそうそう、そう調べて、なんか和菓子の気分だねって言って、うんうんうん、そう、行ったんですよ。撮んなかった ね、見せたかったな、みんなに見せたかった。美味しそうだったのね。美味しかったしさ、なんかなかなかないじゃん、その4人ってないじゃん、なかなかね、ない。そう、だから珍しいところを見せれたかもしれないのにさ、そう、普通にもう記憶の中で終わってる。え、記憶の中で写真も撮ってない、4人で撮ってない、それぞれの写真しか撮ってない。え、そう、本当にそう、そう、忘れてたね。撮ったようだけでも撮ればよかったねってさ、うんうん、後からね、言った、そう、帰り道言ってたけどさ、うんうん、普通に動画も撮ればよかったね。ね、意外とね、でも時間がなくってね。あ、そう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 、そう、ギリギリではあったけど、みくちゃんがちょこっと言ってたよ。あ、本当、これも美味しかったよ。ふーちゃん何食べてたの？私はあれ食べた、なんだっけ、かき氷？うんうん、ああ、そう、あれか、かき氷、かき氷を食べました。ないかな、写真。あ、あったあった、パフェ食べてたよね。そう、パフェ見えるかな。ほ、私はこんな、いや、すっごい美味しそうだった。そう、わらび餅とか、かがぼうちゃの、そう、かがぼうちゃの、ね、かがぼうちゃ味のかき氷だったの。そうで、あれだよね、ゆいゆいとアイスたちがパフェ、あれを食べてて、どれだっけな、あるかな、そう、かがぼうちゃと、うん、なんだっけな、ほうじ茶だったかな、のパフェ。かがぼうちゃがほうじ茶かも。え、嘘だ。え、かごぼうちゃとほうじ茶って書いてあった。え、わかんない、わかんない。あれ、かごぼうちゃってほうじ茶じゃないの？かごぼうちゃっていう、え、わかんない、同じ種類の緑のお茶、なんか茶色お茶。それほうじ茶だって。え、嘘だ。え、かごぼうちゃだと、かごぼうちゃほうじ茶だって。え、違うって。え、違う、書いてあった。え、かごぼうちゃのなんかゼリーとほうじ茶の粉みたいな、書いてあった気がするんだけど。あ、違うんだ。やば、あ、面白すぎ。もうでもこういうのをさ、二
人あ写真あった。これです。見えるかな。えこれがこのパフェ。でも上はさきなこじゃなかったっけ。上はきなこでここがかがぼうちゃで。うん、あこれがかがぼうちゃ。かがぼうちゃ。で、えどっかがほうじ茶。え多分。どっかがほうじ茶のゼリーが入ってるみたいな。ほうじ茶のゼリーも多分かがぼうちゃだと思う。あ、なんだ、なんか違うのかと思ってた。悲しい。え、美味しそうです。もうその私的に天然だと思うメンバーって、あのゆいゆいとありさちが1位はいい感じに食べてるもんだから。で私とミクはそれぞれ、うん、かき氷、うんうんうん、食べてたじゃん。だから二人にさ、あの私とミクで何の味って、それ何なのっていう話をしたら、うん、え、何だろうこれ、何か分かんないけど、まあ美味しいみたいな。二人とも食レポレベルゼロみたいな。二人とも何だろうな、二人揃ってえ、何だろう、でも美味しいみたいな。美味しさは分かった。そうそうそう、うん、で、何ならさ、もう聞いたら、あ、もう食べ終わってるか分かんないよみたいな。食べ終わっちゃったけど、まあ美味しいみたいな。で、みくちゃんがこれ調べたら出てくるからみたいな。そうそうそう、調べてくれて。そう、で、これは、そう、それこそきなことなんちゃらだった。で、見ればきなこかもみたいな感じ。そう、気づけた、みくちゃんのおかげで。そう、でもさ、ツッコミ役もいないじゃん。4人でさ、ただたださ、何それって笑って終わったよね。そう、何の回収もなく。そうなの。あ、白玉、あ、白玉も入った。白玉だった。白玉もさ、気づいてなかったよね。そう、ゆいちゃんが、え、白玉なんか入ってた。え、入ってるよ、白玉って言った。そう、そうだそうだ、びっくりした。そう、そうだそうだ、白玉が分かんなかったんだ。そう、ゆいゆい分かってなかった。さすがにびっくりした。でも白玉、うん、かがぼうちゃは分かってなかったのね。え、なんか分かれてると思ったの。本当にかがぼうちゃのゼリーか、あ、ゼリーはこうかがぼうちゃで、うん、ほうじ茶のなんかゼリーが2層になってるのかと思ってた。そうで、きな粉があってで白玉入っててみたいな、そういうパフェかと思った。思ったけど違かった。今日知った。イコールでした。よかった、知れて。うん、本当によかった。次、え、でもね、あ、そう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 、あのね、アリサッチがさ、うん、モナミと配信してたじゃん。あー、いいね。ホテルで、うん、その時さ、かがぼうちゃ飲んでた？あ、飲んだ飲んだ。で、美味しいみたいなの言ってたんでしょ。うん、うん、それでさ、お父さんが LINE してきてさ、なんか家族の LINE にね、うん、お土産なんかあの食べたい気分のものとかあったら買ってくよっていう話をしてたんだけど、うんうん、なんかほうじ茶のペットボトル買ってきて言われて、うん、どういうことって言ったら、うん、アリサッチが配信で飲んでて、うん、美味しいって言ってたから俺も飲んでみたいって。嬉しい。そう、紹介したの。そう、なんか、うん、そこの駅にあったコンビニで、うんうんうん、やっぱかがぼう茶が有名だから買ってみようと思って、こんぐらいのペットボトル飲んでて、うんうん、このお茶が一番美味しい。本当に一番かがぼう茶が美味しいって話をしたの。本当に思ったから。うちの父は本当に影響されてカカボイチ買って帰ったからね。私、え、本当に美味しくて、一番好き今のところ。本当に、うん、飲めばよかった。本当に美味しくてよかった。なんかそう、そういうことがちゃんとインフルエンサーでした。インフルエンサーになった。え、どこで、どこの駅にある、え、あそこの、なんだっけ。あ、そうそうそう、多分なんだっけ、あそこ金沢駅のそうに売ってて、そう買ったの。え、そう、2人がさ、多分帰りのさ、うんうん、新幹線までちょっと時間あって、みんな駅弁とか探してたじゃん。探した。で、2人は結局ゲットできてたけど、うんうん、売り切れちゃってさ、ほとんどなかったね。そう、だから私たちは金沢駅の中に行けば、うんうん、あるんじゃないっていう話になって、うんうん、ハルルンとミクとユイユイと4人でね入ったんだけど、うんうん、本当に何もなくて、多分みんな帰る時間なんだろうね。え、だから買ってるんだから。お店すらなくて。そうなんだ。そうなの。だから、私は一生懸命、でももう駅入っちゃったからさ、出れないじゃん。出れないね。コンビニとか探して、うん、かがぼう茶どこにあるかな。かがぼう茶探してたの。そう、まだ買ってなかったのよ。そっか。そうだからね、一生懸命探してた。外にあったんだね。そう、あった。え、駅弁何食べたのあれ。
なんだっけ、柿の葉寿司。柿ってさ、貝の柿？うん、違う、あの葉っぱの方葉っぱだね、あの果物の葉っぱ。へえ。そう、の葉っぱでお寿司が包まれてる。あ、あのさ、なんかさ、Vlog で見たけど、うん、あれの葉っぱが牡蠣の葉っぱだったってこと？そう、それの葉っぱのちょっと風味がするみたいな。へえ。そう、お寿司をもう急いでもうガラガラガラって引きながら、モーダミント。すごいね、見つけたの。でもほとんどなかった、もうあるものって感じ、うん、そう、でも美味しかった、そう。なるほどね、すごい。牡蠣に葉っぱはないです確かに。え、ふーちゃんのイントネーションがさっきからさ、うん、あの貝の方、貝の方だよ、牡蠣、牡蠣。え、だって貝の方は牡蠣じゃん、うん、で果物は牡蠣、牡蠣だよね。え、私はいいんだよ、ね、あの Vlog を見て、うん、か、か、ん？かけたって海の中にいるんだよ違う、そういうことじゃなくて、うん、か、牡蠣、うん、貝の牡蠣の、うん、汁で作られ、汁を出汁にして作られたおまんじゅうなのかと思ってた。なんか牡蠣の味するみたいな、あの話だったじゃん。あったわ、牡蠣の葉寿司とは言ってなかったはず。確かに牡蠣、そうだね、葉っぱの味する牡蠣の味する、うん、言われてしないかもって言ってたじゃん、うん、私はそれを牡蠣の貝の汁とかがめっちゃ凝縮された美味しいおまんじゅうだと思ってた。違うよ、そっちだったんだ。そう、違う、お米生臭そうって違う、フルーツの方。そうなのね、うん、へえ。でも牡蠣の味しないよね。なんだっけ、牡蠣なんかさ、うん、葉っぱに包まれて、おはぎって葉っぱに包まれてる？あ、包まれてないか。なんか葉っぱに包まれた、 あるじゃん、あるね、かしわ、かしわ餅か。あ、甘いんだ、じゃあ。で、あ、違うあ、葉っぱの方が濃いみたいな、はい、ニュアンスね、ニュアンス、葉っぱのニュアンス。でも牡蠣の葉っぱってなんか硬そうじゃない？硬かった、本当に。そうだよね、巻物みたい、なんて言うんだろう、巻かれてパリパリしたん？うん、そういうわけではないんだ。硬い、もう包まれてる。あ、これが硬いんだ。うんうん、へぇ、硬い葉っぱだった。それがさ、石川？金沢？のなのかな。でも海鮮とか有名だからそうなのかな、もしかしたら。どういうこと？それ牡蠣じゃん違う、牡蠣って その中が違うの、お寿司だったの。え、牡蠣の葉寿司、あのおまんじゅうが、おまんじゅうじゃないのね中身がお寿司って話え、じゃあお寿司が、うん、あの葉っぱで包まれてる。あ、え、そうなの、うん、おまんじゅうが違うあれお寿司なんだ。そうそうそう、写真ないかな。え、知りたい知りたい、見たい見たいそう、お寿司なんだ。そういうことか。いや、なんかあれはおまけで、あのおまんじゅうはおまけ。ほんとだ、さっきサバタイって書いてほんとだ、見たやつ。え、だからこれネイルにしてたの？そうだよ、これ私こんなおにぎり食べたのかと思った。違うよこれね、駅弁買えなくてさ、おにぎり5個とか買ったのかなって思った違う違う違う、それがあったの。なるほどね。そうそうそう、へえ、美味しかった。美味しかった美味しかった。おー、一つの学びです。すっごいお腹空いてたし。そうだよ、お腹空いたよね。空いてたよね、ライブ終わって。だから私はお腹空いて、うん、初めて車内販売、あ、あったね。そう、あれをやってみました。車内販売ってあんま買ったことない。確かに緊張するね。ないよね、うん、私さ、今までのさ、あの飛行機はあるけど、うんうん、名古屋行った時とか大阪行った時もさ、車内販売なかったよね、うん、距離短いからとか。うん、あ、違うか、え、そういうこと、あれかな、あ、違うか、輝きだからかな。あ、そうかもね、新幹線によって違うんだけど。違うのかな、ね、そう、東海道がないんだって。あ、じゃあ今東海道乗ったからなかったんだ。え、名古屋、あ、じゃあ、あったんだよね違くて違くて、あれは上越じゃない？あ、そういうことか。あ、上越新幹線みたいな感じじゃない？だけど東海道は、あ、北陸でした。あ、のぞみはないんだ。あ、で、この大阪に行ったのがのぞみだったよね。あ、あれのぞみだったかも。あ、なんか、なるほどね。そうか、北陸新幹線だ。上越は自動車道かな。すごい
詳しい今日だから、うん、そう、ね、ふわちゃんが運転してるの想像つかない。そう、うん、でもうまそうだけど。でしょ。でもなんかふーちゃんが運転してるんだって。あ、上越新幹線もあるって。あ、あるんだ。新潟に行くんだって。新潟いいね。新潟いいね、行ってみたい。行ったこと確かに。あ、そっちも免許持ってるよね。そうだよ、私持ってる。最近いつ運転した？私もう一回運転してないよ。え、取った時で終わり。なんで？え、なんかお父さんとかお母さんが運転ダメって言うから、うん、免許取りたいって言ったの？取り、あ、自分も取りたいし、うん、家族も早めに取った方がいい、呼んでって、うん、で将来使いたくて、自分は。あ、おじいちゃんとかなった？あ、違う、ならない。自分が、うん、あの30歳ぐらいになって、うん、なんか高になったら使いたいと思う。あ、なるほどね。そう、大人、ほんと、まあ、大人だけど、うん、もう本当にわかる？なんて言ったらいい？わかるよ。わかるわかる。あと自分がお母さんとかになったら使いたいなって思う。うんうんうん、それだそれだ。そう。確かにね。まあ子供を病院。お母さんも持ってて、だから自分も。あーっていう。途中からさ、勉強ってできるかわかんないじゃん。してほしい。直前だったら、うん、もう一回学びを。勉強はさ、更新は行ってるの？うんうん。あれ、この前。え、じゃあその時だけ運転するってこと？え、更新の時は運転しない。あ、更新運転しないの？うん。でまだし、まだかな。3年で、多分一番最初は3年で更新だから、うんうんうん、もうちょっとかも。一回も乗んないのに撮るかって撮るよ。うん、写真だけ撮りて。そう、また3年くらい。そうね、2年更新だから。そうかも。ただ更新だけして。でも、うん、ペーパー講習とかがあるから。へえ、そうなんだ。ペーパーの人でもなんかそのもう一回学べるから、うんうんうん、ならいいやと思って。それがなかったらさすがに怖いじゃん。なるほどね。そう、ペーパー講習でいつか乗ろうっていう。じゃあ、ああいう教習所に集まってる人たちはそういう人なのかもしれないんだ。もういるかも、ペーパー講習とか。そう、なるほどね。そんなの。いや、私は本当に今ピンチ。え、あとちょっとで、うん、期限切れるんですよ。あ、そうだよね、期間決まってるもんね。そう、でもね、なんか難しいね。どんどん入っちゃうから、うん、予約全然入れれなくて。そうだよね。入れててもキャンセルとかしなきゃいけなくて、うんうんうん、そうなの。そろそろね、本当にピンチ。いや、難しい。なんか予約取るのもさ、難しいしさ、全然取れないもんね。そう、全て時間取られるし。そうなんです。しかもさ、教習所空いてる時間限られるじゃん。限られる。でも朝から大学行っちゃっててさ。そうだよね。そうってなっちゃうから。もう40分もう早い。そんな喋って、何時から配信してた？45分から始めたよね。あ、じゃあもう1時間ってこと？早い早い早い。終わんなきゃいけない。え、そういうことだよね。そういうこと。そうだ。おっという間。危ないところだった、ね、全然気づかずにさ、うん、あと1時間くらい喋ってたかもしれない、うん、危ない。え、日またぐところだった。このままだと朝みたいな。危ない。窓ないからね。そう、気づかないところだった。何もそう、今何もないところにいるから。危ない危ない。ね、危なかった。あ、面白い。年越しとこだったね。もう危なかった。ハッピーニューイヤーっていうところだった。年越して。あ、危ない。あっという間。ね、うん、ありがとう、みんな来てくれて。ね、本当にそう。ありがとうございます。楽しかった。うん、楽しかった。でもまだまだ話せるくない？そうだね。免許の話も全然してないしね。免許本当に頑張って。いや、頑張るね。うん、応援してる。ユニバのさ、うん、話もしてなかったね。そうだね。ハリドリ乗りましたとかさ。そうだよ、ふーちゃんがすごいんだから。予習してましたとかさ。ふーちゃんずっとケラケラって思って、本当にすごくってびっくりした。え、怖かったって言われたよね、私。うん、だってふーちゃんなんてさ、絶対もう怖いとか言いそうなのに、
なんか楽しんでてケラケラ、もう私なんかもう必死に今度耐えて楽しい、楽しいんだけどえ、だって乗ってたのにマネージャーさんとふーちゃんが両隣からなんかあーってなんかもう怖くてもうずっと怖かった。え、それが私はさ、あ、綺麗とかさ楽しいとか言ってたけどさ、なんか大丈夫かなと思って隣見たの、大切に、あーそう、なんかもう訳分かんなくてもうなんか言葉も発せなかった。なんかまだディズニーとかなら声発せたし多分目も開けられたけど、想像以上の怖さってユニバがもう声も出せなかった。なんかもう分かんなかった、もがいてたのよ、もがいきました。なんなの本当に楽しかった。そうでも楽しかった、楽しかった。でもすごかった、ちゃんと、ね、うん、乗って。でも人生で乗りたいと思ってた。ないで死んでしまった。だからそうだから良かった乗れて今回。よかった。そうふーちゃんとマネージャーさんのおかげで挑戦できた。結構半ば強制だったけどね。最後のやつとか確かに。え、そう、あのハリドリはさ、うん、すごいちゃんと時間あったしさ。時間あったし予習もできたし。そう頑張りますって言ってたけどさ。なんかダイナソー、ダイナソーね、なんかさ、いけるかなって言って、うん、言った、言いながら歩いてたのにさ、最終です、まだ入れますって言われて、行きますって2人がそのまま入る、行かなきゃ行くしかないって言って、でも乗ろうと思って。え、そう、楽しかったね、楽しかった、その話もしたいね。え、話したい、1時間で全然足りなかった。フライングダイナソーでもね、うん、なんかもう見えなかった前が、あ、本当、うん、初めて何も見えなかった、なんか、え、目つぶってるの、つぶったもう違う、なんかぐるぐるしすぎて、うん、私なんか普通の体勢じゃないじゃん。そうだよね、もうなんか目なんて開けたら終わりだと思って怖くってもう分かんなかった。だから暗い状態でずっとこうやってなってた、こうやって。そりゃ、なんかもう手もこうなるわけだもん。あーっていう。そう、分かんなかった。あー、面白い。でも確かに怖いのかもね。そう、怖かった、ちょっと。でもすごい苦手なのに。でも楽しかった。楽しかったね、うん。また行きたいね。また行きたい。ね、ぜひぜひ。ぜひぜひ。でも次はさ、長崎だっけ。違いました。佐賀でした。佐賀、ね、どこだっけ。違う。ふーちゃんだけ長崎行くのかなって思っちゃった、今。え、なんでなんだろう。びっくりし思っちゃった。佐賀トスなのに、佐賀のトスなのに。そう、え、佐賀のトスなのに。ちょっと下行っちゃった。佐賀でした。そうね。佐賀でした。佐賀ね、行くから、またそこでも、ね。うんうん、思い出が増えるかもしれない。ねえ、いろんな地域で思い出が、うん、全国各地行きたいな、うん、ランキング読んだ方がいいのかな。そうだよね、意外と。そうでした。え、45分だ。そうだよね、そうでした、そうでした。あ、違うえ、どうやってやんだっけ。そギフトだよ、だってランキングは。え、どうやってやんの、これ。あ、わー、できた。あ、ごめんね、ガン。あ、いけた、ありがとう。13位かな、一緒に読んでいくか。そうだね、はい、せーの。13位、しげまるさんさんしげまるさん、ちょっと分かった、合わないせーの、しげまる、あげたありがとう、ありがとう。そして12位、せーの、たいどうさん、さ、分かる、せーの、たいどう。決めて、3にするじゃん。あ、全部3にする、うん、そうしよう。そしていくとことは合わない。せーの、12位、太郎さん。そして11位、長屋さん、ありがとうございます。そして10位、八柄さん、ありがとうございます。せーの、9位、猫にごはんさん、ありがとうございます。上にします。せーの、8位、ジェフさん、ありがとうございます。7位、せーの、7位、あ、せーの、7位から聞きましょう間違えた、8位か、え、言いました
ってやばい。7位だ。7位ね。うん、7位、せーの。ファンファンさん、ありがとうございまーす。せーの。6位、アナンさん、ありがとうございまーす。せーの。5位、MIZ さん、ありがとうございまーす。上に行きます。4位か。せーの。4位、シュウジさん、ありがとうございまーす。せーの。3位、タクトさん、ありがとうございまーす。せーの。2位、リスペクトを育てろから共感できます。さん、もう一回行こう。リスペクト、リスペクト、せーの、リスペクトを育てろ、共感できますんさん、ありがとうございます。そして1位は、ダン、ハニーキラーさん、ありがとうございます。わー、ありがとう。楽しかったね。ね、楽しかった。あっという間だった。え、じゃあ最後にスクショタイムしとく、うん、そうでした。何がいいかな、ね、聞きたい。みんなここにすればいいのかな。あれ、どこにする。文字、あ、それかも。これか、これだ。何がいいかな、今日の、今日のハイライト、やっぱ鹿かな。鹿じゃないでしょう。どう考え、2つまとめたら鹿、鹿かな。絶対違う。あ、ほら、鹿ポーズ。絶対違う。え、なんだろう。え、なんで、全然鹿じゃなくない？鹿の会話全然してなくない？嘘でしょ？あー、か、柿の葉、柿の葉寿司。どうやってやるの？柿、寿司、寿司、難しい。寿司と柿、これ葉っぱ、どういうこと？かわいいやつがいいな。確かにかわいいやつがいいね。え、結局千葉と神奈川ってどっちかって。確かに投票してないね。わぁ、じゃあ X にポストしてほしい。どっちが勝ったと思う、投票とか、うんうん、コメントとともにどっちが勝ったと思いまして言ってください、うんうん、確かに。じゃあ、ね、かわいい写真とともにあげてもらおう、うん、あげてほしい。なんかあるか、何がいい、かがぼちゃん、お茶ポーズ。あー、え、あとなんかないかな。ね、なんかないかな。ポーズ。晴れ女。あー、晴れ女のポーズ。じゃ、晴れてる感じの。晴れてる感じで。泣いてるじゃん。あの涙と雨みたいな。なるほどね。いいんじゃない。あ、いいんじゃない。これいいかもね。うん、いい。やったー、あっという間ですね。あっという間だった。でも1時間経ったから、そうだね、終わりにしなきゃいけない。みんなありがとう。みんなありがとう。明日もね、配信がね。明日はだーれだー。明日の発表、どこ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 、さあどっちが先に見つけられるかね。ちょっと頑張りたい、頑張りたい。うん、行きます。はい、明日は、お、え、私たちもいる。あ、そうかも。斉藤、佐々木、高梨、吉村の4人で配信します。そうなんです。ここに2人増えます。え、そう。お招きするじゃん。お招きします。明日はゲストって言って2人のこと言う。そうだね。なので楽しみにしててください。はい、4人もいるので賑やかになると思います。賑やかですよ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、時間はまだわからないんだけど、そうね、多分夜らへんだと思ってください。18時以降だと、確実に18時以降ではあると思います。まだちょっとね、あのその前のお仕事の兼ね合いとかで、うん、何時にできるかっていうのがわからないんですけど、そう、分かり次第また報告しますので、そちらの X を確認していただけると嬉しいです。お願いします。ということで、お願いします。バイバーイ。
ーイ。あ、いけた。バイバーイ。バイバーイ。